28丁目駅はマンハッタン区の4系統が深夜のみ6系統が終日6系統が平日20時45分までの混雑方向に停車する。またニューヨークライフビルの最寄り駅であり南広報部への階段の一つは同ビル内へ接続している。1904年のニューヨーク市地下鉄が最初に開業した際から使用されている。 1948年4月13日に23丁目駅及び33丁目駅とともにホームの延伸が行われた。2015から2019年の投資計画で、または地下鉄内で老朽化している31駅の中に当駅を上げ、これにより最大6ヶ月間休止して全面的な改装を行い、USB チャージャーや Wi-Fi の設置、壁面や 照明の交換が行われた。2018年1月に、ナイクとは当駅と23丁目駅、57丁目駅、及び34丁目、ペンステーション駅の改装工事の要求を許可、同年2月にはまた取締役会は、ジャドラウ・カントラクティング社と1億2500万ドルの契約を結んだ。これを受けて、 当駅は改装のため2018年7月16日から12月頃まで休止される予定であったが構造物に問題があったため翌2019年1月に再開するよう計画が変更された。最終的には同年1月14日に営業を再開した。当駅は相対式ホームに面に四線の地下駅で中央に位置する急行線は両側にある観光線より深い位置にある。 改札は法務会に位置し、改札内には法務官の連絡通路がない。しかし過去にはあったが、現在は閉鎖されていて開放されていないと出札口に案内板がある。これは前述の改装工事でも開放されないままとなっている。駅員詰め所は他の駅のと異なりたいる壁の中にある。駅には装飾品として1996年の改築時に設置された。 セブンウェイズ4 2スというガラス製のブロック壁が改札にあるほか、2019年にはナンシーブルム製作のアートワーク、ローミングアンダーフットがホームに設置された。また23丁目駅にあるものに似た変わった駅名標が改札にある。当駅は2005年にアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定された。南広ホームにのみエレベーターが接続しており、 ADA に準拠している。北港ホームにエレベーターは接続していない。ありがとうございます。